はい、こんにちは、道具屋氏です。いつも LA チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、シムスの、フライウェイトのブーツのこのビブラムソールのですね、スタートのセッティングをやろうと思ってます。で、これはですね、一回やったことがあって非常に反響が良かったんですけども、なぜもう一回これをねやらなければいけないかという、ちょっと困った事態に陥っちゃってますので、繰り返しになりますけれども、よかったらご覧ください。はい、ですね、ビブラムソールをですねこのまま使いますとですね、やっぱりどうしても日本の渓流ではですね、グリップ力があんまりなくて滑りやすくなりますので、こういうですね、スタッド用スタッドを打たなきゃいけないと思います。で、まあこれとりあえず半分ね打ったところで、まあ道具屋用紙はだいたいこんな感じですね。1、2、3、4、5、6、6個ぐらい打っていつも使っています。で、まあこれを打ちますとですね、非常にですねグリップ力が増しますんで、このフライウェイトのブーツがね非常に軽いものですから、特に源流に近いところはこんなところでスタッドを打ちますので、すごく調子よく使っています。それでですね、でスタッドを打ちたいのですけども、前のモデルのスタッドはこういうですね専用金具がついてましたんで、これでセットできたんですが、今はですねこんな感じになっちゃって、もう値上げはしたわ、この専用金具はないわでね、ちょっとこれについてはねシムス怒ってます。道具屋氏、ほら皆さんの代わりに怒ってやりました。で、ただ文句言っとってもね、まあ多分コスト削減でこうしちゃったでしょうし、それからなんかねこういう先端ね、これまあインチだと思うんですけど、こういうものはアメリカの各ご家庭にはですね電動ドライバーのようなものの先にソケットをつけるものがあって、それがあると簡単にねこういうのをセットできるらしい、そういうご回答をいただきましたんで、どうやらアメリカではねあんまり必要ないらしいんですね。ところが日本ではもうね、インチじゃなくてミリでございますし、そもそもこんなの持ってる人いないので、これがねどうしても必需品なんですよ。というわけで今回はご常連のね福田様からセッティングを依頼されましたんで、今道具屋でシコシコやってるところでございます。はい、まずですねこれをこういうその直接ですね入れるとなかなか入りませんので、こんな切り身みたいなものですね、ガイドの道筋をですねこうやって作ってやります。よいしょ、こうやってね、それで、これを金具をセットして、ここにこうよいしょ、こうやってグリグリねじ込んでいきます。で、こう入ってるなと思えばだんだんこう固くなってきますんで、今これねうまくいったとこですけど、はい、こんな感じでできました。はい、では引き続き他のやつもやっていきます。で、ちゃんとねこれご覧になるやつ、こことかこことかこことかここにこうスタッドを打ってくださいっていう印がちゃんとついておりますので、こうやって穴を開けてやるのは、まあ適当にねこんなとこやったら多分ちょっとできるかどうかわからないんですけど、うまく入っていかないと思いますので、こうやってはい、OK です。おっと失敗。まあ、だんだんですね力がなくなってきてるんで、できればですね電動ドライバーのようなものでねやれるといいんですけれど、このためだけにね投資するのもねなんとなくもったいないかなとも思うんですよね。道具屋用事ケチですからね。
ただうちは今この金具がまだございますので、皆さんからご要望がございましたらですね、こうやってセッティングしてですね、外れちゃった、こういう失敗しました。これね、入っていかない場合はね、この穴の位置に合ってないんですね。よいしょ、もう一回ちょっと、はい、もう一回やります。ちょっと気分を変えて別のやつでいきましょう。よいしょ、ちょっと今回は嫌がってますね。で、電動ドライバーのようなものをね、持っておられる方だったら、先端のソケットだけを交換することができます。簡単にこれをね、やることができますけれど、まあ、ソケットがね、多分インチだと思いますんで、なかなかね、ミリのソケットはね、売ってるんですけれど、インチはなかなかないかもしれませんね。なんで未だにインチとかミリとか使うの？ああ、入った入った。よいしょ。はい、こんな感じで。ですね、なんでフェルトの方が、グリップ力がいいのになんて思われる方もおられるかもしれないんですけれど、実はですね、結構声があるのはフェルトですとね、水を吸ったら重くなるって言われる方が多いんですね。で、確かに乾燥してる時とその水に濡れた時ではだいぶその重量が増しますんで、足がですね、とりあえず履いて乾燥してる時に慣れちゃってたりしたら、水を吸うと途端に重くなってね、で足がね、上がらなくなる、あるいは上がりにくくなる。お、今回は一発で入りましたね。で、そういうことがね、やっぱりお嫌な方はビブラムでこうスタッドを打った方が重量がね、最初から変化ありませんので、せっかくね、こういうフライウェイトのようなね、軽いのを使っておられる場合には、こっちのビブラムの方が私もだいぶ使いましたけれど、よろしいんじゃないかなと思いますよ。ビブラムの場合ですとね、そのままだとちょっとね、滑って危ないんですけれど、まあ、こうやってですね、6箇所ぐらいこうスタッドを打ってやるとですね、苔のついた岩に乗った場合にどっかが引っかかってくれればね、グリップ力が回復するんですね。だからこうつま先とか、まあ、どこでもいいんですけれど、こう引っかかればグリップ力がちゃんとございますので、一方フェルトですとね、つるーっとしてる場合にはゴツゴツした岩だったらいいんですけれど、丸い茎がべっとりついた岩だとね、やっぱりつるんといっちゃうことがあるんで、やっぱりフェルトでもね、こういうスタートを打つ方も大勢おられます。で、まあスタッドの種類がいろいろありますけれども、こういうですね、ビブラム用の専用のスタッドもちゃんと常備在庫しておりますので、ね、ぜひやっていただくとよろしいですね。
ちょっと疲れました。決してね、これひどい重労働ではないんですけれど、なんかうまくね入っていかないときなので、ドライバーがあればね一発で入れれるんですけれど、ダメなときはねこうやって。それでここをねセッティングするときに中にね接着剤を入れる方も大勢おられて、でそれはそれでよろしいかと思うのですけれど、まあ道具用紙今使ってるこうフライウェイトのこのビューバーに売ってあるやつもですね、もう5年近く使っておりますから、そろそろですねこっちのね本体の方がちょっと横がねこれステッチがあんまりないのでいいんですけど、剥がれてきてるんで、そろそろもう靴全体の寿命が終わるかなと思ってるんですけど、でもこれはね落ちずに持ちましたんで、私の場合は特に接着剤を入れなくても持ってしまったんですね。もちろんご心配な方は接着剤をねお入れになられればよろしいかと思うんですけどね。こいつだけねなんかここがね硬いんですね。で硬い時はこうやってもう一回やってやると通りやすくなりますし、でこの時にご心配、通りやすいっていうのは抜けやすいことかもしれませんから、ご心配な方はね、いや最後の部分がねちょっと硬くてなかなか入らなかったんだけど、まあ入らないってことはこれは抜けにくいってことになりますんで、これではい OK です。はい、というわけで、ちゃんと完成しました。皆さんお待たせしました。このフライウェイトのビブラムのスタートですけれども、もし私どもでですねシューズとこのスタートを一緒に買っていただけるんでしたら、この定番の6箇所セットは、私がやらせていただきますので、もしよろしかったら受けたまわりますのでぜひご検討くださいね。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。どうぞ釣れますように。